で？アンシュワルダの討伐数が400体を迎えました。おめでとうございます。さすがはイシュワルダの民ですね。なんか300体から2ヶ月くらいかかったな。ライブがあったから仕方なかった。400体倒した記念に私は大いなる存在から真の大いなる存在になろうと思ったのだ。こまないのが正解なのかこれ。しかしタイムアタックはすでにやったがゆえに、それ以上何かできるかなぁと考えてね、いろいろ考えた結果、今のイシュワルダでは私の相手にふさわしくないと考えた。どういうことだ。大いなる存在はすでに私にとって大いなる存在ではなくなっているわけだ。そりゃまあ400体も勝ってればな。体力がイシュワルダより2万近く高いミラゴレアスを見ていたらなおさらだ。大いなる存在。そう、真の大いなる存在になるためにまずはイシュワルダに真の大いなる存在になってもらおうと。なるほど、真の大いなる存在となったイシュワルダを討伐することによって神カマさん自身が真の大いなる存在に進化するということですね。そういうことだ。要は自分が強くなるにはまず相手からというわけである。で、どうやって真の大いなる存在にするんだ。もっとかんなものはない。マルチ体力だ。あ、そういうこと。マルチ体力のイシュワルダをソロ討伐して真の大いなる存在になろうチャレンジ。少なくとも2人以上に迷惑かけるチャレンジだな。申し訳ありません。そしてありがとうございます。改めて解説しましょう。マルチ体力、アイスボーンではクエストに参加しているハンターの人数によってモンスターのステータスが変化します。1人、2人、3人以上のステータスが存在します。3人以上は1人に比べてざっと 2.2 倍、 2.6 倍と言われるほど大きく変動します。あまり知られていませんが、この仕様はモンスターによって大なり小なり変動の数値は異なっておりまして、同じモンスターでもクエストによって変動の数値が変わっていたり、体力とともに V 耐久値なども変化しますが、それらも一つ一つ変動の数値が異なっています。あまり意識しなくていいけれど、奥深いシステムだよってことだ。で、イシュワルダはどうなんだよ。今回挑んでいただくのはイベントクエスト神羅万象。このクエストに登場するアンイシュワルダはフリークエストより1万ほど高いと言われている47000。それが3人以上になると体力は約12万となります。12万。ミラボレアスの66000の 1.8 倍近くある体力だ。つまりは国民をも上回る真の大いなる存在と言って間違いないであろう。その理屈だとマルチ体力のミラボレアスと比べないと筋が通る。黙れ、イシュワルダよ。イシュワルダの民たる私が願う、ラスボスとしての威厳を、再び見せておくれ。行くぞー。久しぶりの演言の孤島だ。というわけで滝英さんと雷さんにご協力していただいたけれど、企画の関係で今回はキャンプ待機だ。退屈だろうな。私がサクッと倒せば問題なし。ちょっと待って、忘れ物した。なんだよ幸先悪いな。イシュワルダが退屈してるぞ。それもそうだね。やっぱり行こうか。やっぱり戻ろうか。イシュワルダだって生き物だし、暇な時は毛づくろいくらいはしているであろう。してません。そうなの。地球上に毛づくろいをしない生物は存在しないはずであるが、それ以前にイシュワルダに生態行動の類は設定されておらず、ハンターがいない時は終始散歩です。想像以上に退屈な生活だった。私はこのクエストのイシュワルダを総中婚なら大体8分ほどで終わる。ざっと2倍して16分。とはいかないだろうな。キャンプ待機の皆様を待たせるんじゃねえぞ。滝 A さんは寝てて、雷さんは観察するみたいだよ。人それぞれキャンプ生活があるんだな。素晴らしいことだ。なわけないだろうが、さっさと縛っ倒せ。というわけで始まったぞ。真の大いなる存在、ミラボレアスをも超えるその力、私に感じさせてくれ。黙れ。何も言ってませんよ。まずは傷つけですね。ダメージ稼ぎには必須です。さらに落石を発動させるためにスリンガーの弾を回収するぞ。走りながら地面に落ちてるものを拾うって実はすごいことだと気がついた。言われてみれば確かにそうかもしれないな。で、同じことができるように訓練するふりをしているのだ。なんと無意に時間を迎えよう。というわけで今度は落石地点まで誘導するぞ。それとついでに幼虫強化を挟んでおく。幼虫強化、幼虫の攻撃力を上げたり、エキスの効果時間を伸ばしたりできます。吸収付きの影に隠れがちだけれど、これもすごく強かったのだと再認識してる。代わりのものがきっとあるはず。なんで断念できるんだよ。開幕ぶっ飛ばしのイシュワルダの民ムーブ。壁ドンで1216ダメージが入りまして、落石で9731ダメージが見た限り3ヒットです。累計29193ダメージですね。お、大体3万ダメージというところか。すげえ大きいダメージが出たな。さすがは落石。いや、ちょっと待って、3万、落石だけでそんなダメージ出てたの。マルチ補正は落石ダメージも上昇しますし、神カマさんはマルチイシュワルダと何度も戦っているではありませんか。何も特別なことではありませんよ。意識したことなかったから驚きだ。普通のイシュワルダだったら今の落石で死にかけている。大いなる存在を叩き潰すマルチの落石って何なんだろうな。材質は豆腐。1ダメージも入ってねえよ。それはどうかな。豆腐は水分豊富で水は詰まると思いから理論。多分豆腐崩れてますよ。そして最初の形態変化、楽しくなって周辺の岩石隆起。これも確か体力低下でやるはずであるが、いつも通りのイシュワルダームーブだ。つまり体力減らせている。そしてこの行動は高校までが一連の航空中で航空を食らってリアクションを軽減させるのだ。みんなも大きな音が来るときは試してみよう。責任は取らぬぞ。というわけで2回目の壁ドンが入るぞ。1200ダメージと3万トークで一気に体力を減らす。12万の体力から1200と1200と3万と3万。なるほど、答えは30であるな。つまりあと一撃で倒せるというわけだな。行くぞー。倒せねえじゃねえか。私がまさか計算ミスをしたとでも言うのか。
そして2回目の落石ダウンですね。ダメージ数値が見えませんでしたが、2回目だと1ヒットの9000ダメージほどですね。波のイシュワルダなら今ので力尽きてた。泡にやられる波のラスボス。さてそろそろ寝ぼけたイシュワルダが起き上がるお年頃だ。波のイシュワルダであれば、ここから形態変化までが基本なのであるが、モンスターチェックだ解説。ピンピンしてますね。やっぱりなぁ。12万体力あるからね。4万くらいのダメージではまるで答えないわけか。マルチ体力を実感しつつあるな。ここからが本番って感じだな。つまり今まではリハーサルだった。つまり予行練習というわけか。永遠に終わらない予行練習を味わった学生時代。時間切れには気をつけろよ。大丈夫だ、いざという時はリタイアするから。最近リタイアってなくなってるよな。なんだと？そんなバカな？3分経過です。結構殴っているけれどリアクションが小さいぞ。感じてきたな。マルチ体力感じてきたな。なんだか嬉しそうだね。そしてここで特殊な形態変化。体を埋めて翼脚のみで戦います。これは通称イワンテモード。数百体ぶりに見たぞこの形態。規模がでかすぎる。ですが実際ダメージが稼げるようになるとこの形態で戦うことはまずなくなりますからね。しかし感心している場合ではないぞ。おっとあれは翼脚を使ったアンパンチだ。アンパンチが厄介なのか。違うぞ迷う。迷うだよ。この形態ではクラッチすることができない。つまり傷つけができないのだ。幸い今は事前の傷つけのおかげで肉質が軟化したままであるけれど。軟化した状態のままこの形態は終わらせたいというところですね。その点においてありがたいことが一つ。久しぶりに戦うけれどこの形態頭部が攻撃し放題だ。全然攻撃が当たらない。思考停止です。です。アンパンマンの真似事をしても本家には遠く及ばないと。思考停止で頭部を攻撃してもダメってわけだな。露骨な対策をしやがって。列車が成敗してやるでござる。現在進行で成敗してるじゃねえか。先ほどまではただのじゃれ合いだ。なんてバイオレンスなじゃれ合いなんだ。ヘドが出る。イシュワルダが出てきました。バイオレンスなじゃれ合いの結果イシュワルダが地中から出てきたわけであるな。さっきの話全部までんなよ。すげえ誤解だぞ。大いなる誤解か。素晴らしいではないか。そして意味深な方向転換から形態変化だ。ここまで約6分ほど。確かに倍以上の時間はかかっています。さすがに切れ味が減っている。とがなってはならない。イシュワルダで飛ぶ機会なんてほとんどないからこれも新鮮だ。さて形態変化の位置は良好。第2形態行くぞー。イシュワルダの谷の開幕行動。大いなる打ち上げ軍を2人発射して落石を発動。発射し終えたらすぐにイシュワルダの元に戻る。X を回収しながらイシュワルダの頭部方面にゆっくり急接近していき、大大 X を回収しながらイシュワルダの頭部にじっくり急接近していく。大いなるクラッチ。クラッチしたらダウンの動きに合わせて物攻撃をして傷つけだ。開幕行動完了。落石で2400ほどのダメージが入りました。これができるだけでも大きく変わります。幸先がいいですね。今落石で4万くらいダメージ与えて壁ドンで2400。落石で2400。武器の攻撃も合わせると大体5万。多くて6万ほどのダメージでしょうか。12万の体力を考えると大体半分くらいか。いい感じじゃないか。思うではないか。ここまでのダメージはほぼ全てギミックでのダメージ。仮に残り体力が6万だとしてもミナボレアス級の体力を自力で削らねばならない。それはさすがに私が力尽きるので。右フック、左フックです。それではもう一度右フック、左フックです。そして巨大な眼球を見ながら右フック、左フックと言っているでしょうが、そしてぶっ飛ばしにより1216ダメージですね。あれ少なくない？今からですか。壁ドンのダメージは一般のモンスターが 2% なのに対してイシュワルダは 1% と少なです。 1% でもダメージは大きいですが、メリットは低いです。ならば着撃弾を炸裂させてスタンをとろとれない。まだ炸裂できますよ。翼脚引っかきを強弱で避けて肺呼吸を置いて空中回避からの吸収引きに取れない。めまい蓄積が足りません。まだ着撃弾は残っています。さらに着撃弾をぶつけましょう。わかった。クラッチして電弾発射だ。弾一つで電弾発射する意味とは。アドレナリン分泌。スタンを取るのだ。取れない。私の勘が正しければこの辺でスタンが取れているはずだ。マルチ固定だから耐久値上がってるだろ。ありでも思いつくことだ。確証のないことを言うでない。私の勘が正しければたとえマルチ固定でも幼虫の攻撃もあって十分なめまい蓄積が溜まっているはずなのであるが。マルチ固定は流しておりますね。めまい耐久値はマルチですと通常の約3倍です。着撃弾3発程度では足りませんよ。異様に高いな。2倍程度でいいではないか。なんでそんな高く。羽対策ってやつか。可能性は0ではないな。大いなる闇を感じる。今度こそスタンを取るのだ。あれ、スタンを取るのだ。第2形態から合計4発の着撃弾を炸裂させてようやくめまいです。さっきからスタンとかめまいとかどっちでも良いとは思うんだが、動画内では統一した方がいいんじゃないか。一般的に知れ渡っているスタンで、正式名称のめまいで、多数決によりスタンだ。体感10分経過です。先ほどの時間から2分ほど経過です。クエストの時間は10分ほど。普段の神様さんならすでに倒せているとか。つまり4万7000は削った。6万ほどは削ってるってさっき言ってたよな。今思い出したから覚えてる。デッツ X メール。そしてこの動きから分かる通り開眼してしまったようであるな。追い込んでいる証拠でもあるけれど同時に動きが速くて厄介でもある。地面の有志化で事故率も上がるからね。イシュワルダ戦の死因の9割は有志化による事故死という大いなる検証結果も出ている。それを回避するためにも前足を V 破壊してダウンさせるのだ。V 耐久値も3倍ほどに上がっています。でしょうねー。しかし、しないぞ。先ほどスタンも取れた。攻撃し続ければ V 破壊もできる。ダウンが取れたぞ。行くぞ、一気にダメージを稼ぐじゃないだー。部屋部屋ってどうしたんだよ。髪の毛はげたのかよ。部屋ではありませんでございます。ダメージ数値を見てほしい。傷がついていない。日式硬いし弱特微妙で、ダメージが大変微妙である。せっかくの貴重なダウンだったのですけれど、生かしきれなかったですね。これはリタイア案件。レック案件だ。
左前足の部位破壊をしたぞ。今度こそダメージを稼ぐな。どうして前足にクラッチしてしまったのだ。頭部に移動して頭部の傷つけを行うのだ。頭部傷ついているではないか。今度はエキスが切れてしまった。再度回収せねば。こんなことならクラッチするのではなかった。アタッタしていたら起き上がってしまった。貴重なダウンで全然ダメージ稼げなかった。本当に何やってるんだお前は。申し訳ない。すでに十数分経過していて集中力が100億分の1まで低下している。今から元気100倍にしましょう。元気100倍はダメだよ。確かに入滅連下工事法のお出ましだ。この入滅連下工事法をパソコンの辞書に登録して速読できるところからイシュワルダの谷は始まると言われている。というわけで入滅連下工事法の大爆発。嬉しいことにすでに体力は瀕死だ。具体的な数値はわかりませんが最大でも 20% 以下、2万4000は下回っているでしょう。瀕死でも満タン以下。2分経過です。合計15分経過だな。さてとどうしようかな。もうスタンも前足ダウンも取った。真の大いなる存在となったイシュワルダの耐久値的に再度これらのダウンを狙うことは非常に難しい。ノリ状態がありますよ。それも耐久値跳ね上がっているであろう。ざっと2倍ほどに。そこに時間かかるし、ノリ攻防も時間かかるし、それだったら普通に殴っている方が効率的だと思うというのは半分嘘で、この時私はノリのこと全く考えてなかった。しかし何かしたいところだ。そういえば総意を不動しか使っていない。他に何かあったかな。強打の総意、あの時ちゃんと使っていればもっと効率的にスタンを取ることができたかもしれない。今さら使うか。いやダメだ。今さら使ってもまずスタンは取れないし、着撃弾ももう落とさない。ならば答えは一つ、一時絶対。なんでお前はそんなに記憶力が鶏なんだよ。本当ですよ。クエスト開始時にわざわざ天神の総意を強打の総意に変えたにもかかわらず、強打の総意の存在を忘れるってどういうことですか。自分で言うのもなんだけど、すごくバカみたいな話だね。大いなるバカだけど、私は魚類だからバカは不適切な表現だよ。数分経過です。適当なこと言ってんじゃねえよ。そんなことより、これはもしかして、もしかするかもしれないぞ。跳躍してから間をくぐり抜けるからの吸収引き。どうだ、これがロマンプレイというものだ。すごいと思う。だけどダメージリアクション取ってないからなんか微妙。仕方ないであろう、マルチ補正あるのだから。しかし微妙は微妙だ。確かに容赦なくロマンポイントの減点をさせてもらうぞ。いいだろう、かかってこい。10億ポイントの減点で3ポイントだ。これは審議を要求する。3円投げつけるから 4.5 ポイント返してくれ。お断りだ。なんでだ。何ですかこの会話。そしてこの攻撃は空中にいれば問題。問題あったわ。ちょっと再チャレンジしてもいいかな。え、どうやら幼虫がとどめを刺したようですね。あ、そっか。うむ、そんなことより良かったじゃねえか。12万の体力をお前は削り切ったぞ。その通りではないか。やったぞ、私はついに真の大いなる存在となった。タイムは18分ほどですね。完走した感想はいかがでしょうか。思ったよりも時間かからなかったね。普段8分で枯れて、それの大体2倍ほどのタイムとは驚いた。イシュワルダに関してはギミックだけで3分の1が削れていますから、実質的に削るべき体力は8万ほどで、数値ほどの脅威はなかったかもしれません。なんかそう聞くと真の大いなる存在がまた霞むな。これはもっと強力なモンスターに行くべきかもしれませんね。好評でしたらアルバトリオンのマルチ体力ソロ行きましょうか。ちょっと考えさせて。まずはイシュワルダの民の今後を祈ろう。目標となる500体討伐まであと100体。ライズ発売までには成し遂げよう。それでは良きイシュワルダ狩りを。ご視聴ありがとう。動画を見てくださいまして、ありがとうございます。動画の光を見続けると危ないので、体調が悪い時は無理せず、寝込んでぶっ倒れてください。もし、余裕があるのであれば、この動画以外にも、私かニカマはたくさんの動画を投稿しておりますので、気持ちが乗っていれば、見てくださると大変嬉しいです。ついでに、チャンネル登録をすると、更新情報をお知らせできますので、こちらの方も、できればお願いします。ご視聴、ありがとうございました。